はい、こんにちは。宝塚市の中華料理シーファンの松本です。暑くなってきましたね。調理場ももう灼熱ですよ。こういう時はね、ゴーヤの料理はね、体の熱を取ってくれますのでね、最高ですよ。これからどんどん美味しくなってきます。苦いのがね、苦手な方もね、種の周りのね、白い綿の部分をね、きれいに取り除けばね、苦味を抑えれますのでね、お試しください。ではご覧ください。Thank you.
はい、完成です。さほどね、苦味も気にならなくてとっても美味しいですよ。ご飯にもね、ビールにもとてもよく合いますよ。